青梅市民に知ってほしい青梅のこと8選。皆さんこんばんは。今年の夏に出産を終えた27歳青梅市民青梅子です。先日うちの旦那様がこの1年世の中コロナ騒ぎで持ちきりだったんだけど、青梅の街づくりはどうなっちゃってるんだろうねって、ん？急に何言い出すの？って思ったけど、確かによく考えたら私は自分の住む町についてそもそもよく知らないし、コロナ禍でも町づくりのために働かれている人たちもいるんだよなって思って、そこでいつもワフニャーっとしてる私だけど、ここは一年発起、旦那様を驚かせる意味合いも込めて青梅市が今どんなことに力を入れていて、それが私たちの生活にどのように影響するのか市役所から聞き出してきちゃいました。で、旦那様をあっと言わせたい一心でまとめてみたのだけど、これを青梅市民のみんなにもシェアできたらもっといいことなんじゃないかって思ったので、自己満ですが勝手に報告させていただきます。圏央道青梅インターチェンジ北側における物流拠点の整備。青梅インターチェンジ北側に広がる農地に物流拠点を整備しようという計画です。10年以上前から練られてきた計画で、インター近くに物流拠点を整備して広域的な物流の効率化、市街地に混在しないスムーズな物流の流れを作ろうとするものです。しかしこれを行うのは簡単ではなく、土地を所有されている地権者の方同士の合意が不可欠で、青梅市はこれを支援しています。物流システムは様々な業種に通じるため、大きな産業振興が生み出されることが期待されます。また周辺環境への影響にも配慮する工夫を検討されています。その上で効率的な物流システムの完成は私たち市民に大きな恩恵をもたらすと考えられています。これまでこの取り組みには多くの人たちが関わり思いを馳せてきました。それはこの計画が持つ大きな可能性イコール青梅市民にも与える恩恵の大きさを表しているのです。これまでにも難題は多くありましたが、あと一歩市民の皆様と共にこの計画のメリットを共有して前に進んでいきたい、そんな思いが感じられました。梅の里再生事業。青梅といえばやっぱり梅ですよね。青梅市は11年前に発生したプラムポックスウイルスの被害から復活に向けて国と連携しながら取り組みを進めています。青梅市内だけでも約4万本の梅を伐採しましたが、現在約5000本まで再植栽が行われました。徐々に以前の梅で盛り上がっていた青梅の姿が戻ってきています。あと青梅は全国で唯一梅の字がつく自治体だそうです。梅が復活することによってもたらされる市民へのメリットは非常に大きく、観光収入や農業収入が期待されます。また青梅といえばやっぱり梅なので、青梅市のブランディングにもつながります。一方でウイルスが再び発生するリスクも残されており、これは青梅市にとっての大きな脅威といえます。青梅市民は古くから梅への愛着を持ってきました。今青梅市が進めている梅の再植栽は主に農地や公園、街路樹ですが、市民の皆様にもご協力いただき、一本でも多くの梅の木を植え、青梅といえばやっぱり梅を一日でも早く満開にしたいですね。子育てのしやすい街づくり。青梅市では子育てしやすい街づくり6本の柱をもとに、子育て環境の充実に向けた様々な取り組みが行われています。その中でも特に要望が多いのが、働きながら子どもを育てるための支援の充実で、子どもを安心して預けられる先の整備に力を入れております。また地域の広さから生じる様々なニーズに応えるため、保育園や学童保育所などについて多面的な取り組みが検討されております。その結果、児童福祉施設の充実が図られ、青梅市内の保育所における実質的待機児はゼロの状況です。また子育て支援センターなどは、育休などで自宅で保育をされている方のコミュニティとして活用されています。一方で青梅市特有の東部と西部の生活環境の違いにより、自立な政策を行うことの難しい場合があることが課題と考えられます。子育て行政は制度改正が頻繁に行われます。自治体、職員の方たちには
ほぼ毎年この制度改正への対応が求められ、青梅市特有の課題も存在し、現場は想像以上に大変なのだろうと感じました。それでも彼らが1ミリでも前進していこうとする原動力は、子育ての難しさや重要性を市民の立場に立って寄り添う姿勢から生まれるのだなぁと感じました。自治会活動の活性化への支援。自治会は地域住民の親睦を図るとともに、地域の安全安心に取り組み、暮らしやすい街づくりを住民自らが協力して築いていくための団体です。暮らしやすさの促進のためにより多くの市民の加入が目指されていますが、減少傾向にあります。行政では手の届かない細かな取り組みが行えるため、青梅市も様々な形で支援しており、共同の関係が成り立っています。行政サービスは私たちの暮らしを支えています。同様に自治会活動も私たちの暮らしを支えています。目につきにくい部分ですが、地域コミュニティのつながりは地域の安定を生んでいます。一方で自治会では市民自らが協力して行動する必要があるので、時には少し面倒なことも。でも私たちが求めるのは地域の暮らしやすさですよね。私たち自身が地域の暮らしやすさを作り、地域を支え、地域に支えてもらう。うちの子は今2軒隣の羽村さん家で遊ばせてもらってるわ。3軒隣のフッサさん、最近あんまり見ないからちょっと顔出しに行きましょう。そんな日常のために私も加入を検討してみます。東京2020大会を契機とした市民活動の活性化。新型コロナウイルスの影響で延期が決まった東京オリンピック・パラリンピック、今現在も来年の開催へ向け粛々と準備が続けられています。青梅市でもイベント開催やスポーツ観戦機会の提供、パブリックビューイングの開催などが予定されていますが、なんといってもコロナ禍なので難しい調整が続けられています。もう本当にコロナ憎し。あ、ちなみに聖火リレーはやることが決まっているようです。またホストタウンとして姉妹都市ボッパルとなるドイツを応援しています。この取り組みは完全に旬のもので、一時の取り組みのように思われますが、オリンピック後にもつなげていける内容も考えられています。とにかく来年の目玉イベントといえば東京オリンピック・パラリンピック。私たち市民がこの一大イベントをより楽しめるように、コロナ禍においても様々なイベントや企画を考えてくれています。また私たちがあまり知らないスポーツや、子供から高齢者までできるようなスポーツを教えてくれたりもしています。もうとにかくみんなでオリンピック・パラリンピックを楽しもう、盛り上げようって熱意がすごく伝わってきて、私も応援しようって思いました。でもそれだけじゃなくて、今後市民が長く楽しんでいけるような競技を紹介したいとか、市民が世界に目を向ける機会にとか、未来につなげていこうっていう思いも感じられました。総合病院の建て替え。青梅総合病院は大きく4棟の建物構成になっています。今回建て替えるのは東棟、西棟、南棟の3棟で、狭隘化、老朽化が主な改築理由です。完成時には本館と西館の2棟になる予定で、延べ床面積が広がり、役割もパワーアップ、より高度専門医療に特化した病院になります。西多摩地域40万人が利用できる中核病院として果たせる役割をさらに大きくしようという計画です。完成までの間、病院運営と建て替え計画が同時に進行するので、市民には少しの我慢が求められます。ただその先には、長く私たちが利用してきたその場所に西多摩唯一のより高度な病院が完成し、これまで大学病院などでしか受けられなかった医療が青梅の中で受けられるようになります。これまでの青梅市の工事の中でも最も大規模で、完成まであと6年。命・医療を第一優先とし、安全・安心を確保しながら、この計画をなんとか成功させるんだ。そのためにも市民の理解や協力と応援が必要だなと思いました。市民にとってより良い病院を作ろうと奮闘している担当者の方の姿がとても印象的でした。
吉川英治記念館の開館。吉川英治記念館は青梅市湯木町にあります。吉川英治は有名な国民文学作家で、湯木町に約9年間住んでいました。吉川英治記念館は長く財団が運営を行ってきましたが、今年4月より青梅市が管理をすることになりました。江戸時代から明治初期に作られた文化財的な価値がある母屋、併設された記念館に保管されている直筆原稿や貴重な資料が見どころです。今後の課題は年間運営費であり、この解決策としてクラウドファンディングやふるさと納税、ファンクラブの立ち上げなどが検討されています。観光拠点としても重要であり、民間経営のノウハウを取り込むなど積極的な運営をしていきたいと考えられています。文化遺産の管理や運営は特に財政面で難しい。それでもこれを後世に残していくことが青梅市民の誇りにつながっていくと期待できるんだ。積極的な運営を行うことで財政的な負担を軽くし、末永く青梅市民や全国のファンから愛される記念館にするんだ。そんな思いが感じられました。観光戦略プロジェクトの推進。青梅市は豊かな自然やそれらを生かしたアクティビティ、歴史や文化、祭りやマラソンといったイベントなど様々な観光資源があります。近年観光客が減少傾向にあったことに加え、各団体や民間事業者がバラバラに観光事業に取り組んでいたという課題がありました。そこで市と観光協会、民間事業者がオール青梅で統一的な取り組みを行うため、青梅観光戦略を策定し、これに沿って様々な事業が行われています。実際に多くの事業者の連携が生まれたことで、青梅ブルーという地域ブランドや魅力的な観光資源を生かした観光プログラムが生まれました。一方で観光振興の道のりは半ばで、閑散期を含め年間を通じて集客を図ることや観光消費額を増やすための取り組みなどが今後の課題として検討されています。観光が生み出す楽しい思いは町のにぎわいづくりにつながり、青梅市民の生活にも帰ってくる。市民の皆さんと共に青梅のポテンシャルをもっと引き出して、まだ青梅を知らない人にもっと知ってもらいたい、そんな思いが感じられました。いかがでしたでしょうか。もともとコロナで世間が持ちきりの中、旦那様のひょんな言葉に答えてあげようと思って調べ出した青梅市のことだったのですが、調べていくとそこにはいろいろな人が青梅市を良くしようと懸命に働かれている事実があり、私たちの知らないところで日々青梅市の未来図がどんどん変わっていっていることに少し驚かされました。コロナ対策ももちろん大切なんだけど、私たち市民は本来この街づくり中心にいるべき立場でもあって、真剣にこの街の未来を考えることが大事なんだなと気づかされました。皆様にもこの動画を機に、もっとこの街に関心を持っていただきたいなと思いました。あ、それでは子供も泣き出したことだし、そろそろいつものふにゃふにゃ主婦生活へ戻ります。ご視聴ありがとうございました。